こんにちは。お祭り楽しんでいらっしゃいますか？もうこの時間からグビグビ飲んでらっしゃる方たちいますね。羨ましいです。進みますね。お祭りといったら美味しい食べ物、そしてお酒、ジュースかもしれません。いいもの食べましたか？いいですね。お祭り楽しんでください。横浜赤レンガ倉庫イベント広場では本日ふるさと祭り in 横浜赤レンガを開催しています。こちらのお祭りステージのほか、日本各地のグルメを味わえるキッチンカーや射的、輪投げ、スーパーボールすくいができる縁日屋台など、ご家族みんなで楽しめる催しを開催中です。入場は無料です。横浜赤レンガで一日中お祭り気分をお楽しみください。それではただいまからよさこい祭りステージを開催いたします。よさこい見たことあるよという方どのぐらいいらっしゃいますか？あ、1割2割くらいですかね。手挙げてくださってありがとうございます。じゃあ今日が初めてのよさこいだよという方どのぐらいいらっしゃいますか？おー、よし、ありがとうございます。楽しみですね。見たことがある方もない方もぜひ一緒に全身で感じていただければと思います。申し遅れましたが、私文化放送アナウンサーの久保あかりと申します。どうぞよろしくお願いいたします。素敵な鳴子の音、ありがとうございます。それではよさこい祭りステージを盛り上げてくださるマインドの皆さんと桐生の皆さんからいただいたメッセージをご紹介いたします。記念すべき横浜開港記念日の今日、ふるさと祭り in 横浜赤レンガのにぎわいとして祭りを共有できることに感謝申し上げます。マインドは25周年を迎え、今年も張り切って踊ってまいります。続いて桐生の皆さんからのメッセージです。埼玉県より参りました桐生です。本日はふるさと祭り in 横浜赤レンガで踊らせていただくことを大変光栄に思っております。高知県発祥のよさこい鳴子踊りをどうぞお楽しみください。それではマインドの皆さん、桐生の皆さん、よろしくお願いします。お届けいたします。皆さんの情熱は何ですか？いつもの夜を越えていく。
ありがとうございます。じゃあまずご挨拶しましょうか。もう一歩ずつ前に行きましょうかね。行かせていただきましょうかね。